三好市の平田観光農園です。初夏の味覚、さくらんぼを求めて県内外から観光客が訪れています。平田観光農園では広さ30アールで佐藤錦や高砂など10品種250本のさくらんぼの木を育てています。今年は天候にも恵まれ、さくらんぼの生育は順調で、実の糖度は20度以上と甘く、果汁も多いということです。訪れた人たちはたわわに実ったさくらんぼをもぎ取り味わっていました。美味しいです食べ比べも楽しまれてますね。はい、お気に入りの木ができました。中四国でもなかなかさくらんぼ狩りができるところが少ないので、たくさんの方に来てもらえればなと思っております。さくらんぼ狩りは6月いっぱい楽しめるということです。